皆さんこんにちは、アンソリウム先生の向こうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、サスティを、アンソリウムに使う時の注意点ということでお話しさせていただこうかなと思っています。まあ、当園でもですね、サスティというのは商品とセットできるようになってるんですけれども、まあ、この商品は非常にいい商品だなと思ってる一方で、そのアンソリウムをどう育てたいかっていうところで、このサスティの使い方っていうのが変わってくるかなと思ったので、今回この動画にまとめてみました。はい。で、まあ、サスティっていうとですね、まあ、こういうやつですね、鉢元にプスッと刺すっていうのは、まあ、そういったものです。今白くなってますけど、まあ、この部分が、水があるときは青くなって、水がなくなると白くなると。で、白くなったときが、まあ、水やりのタイミングですよっていうことを、まあ、色で知らせてくれるっていう、まあ、非常に便利なツールですね。これもいろんな観葉植物だったりだとか、まあ、お花にも使えるっていうことも十分存じた上でのこれはお話ですね。なので決してそのサスティを落としたいとか、そういうつもりで今回お話するわけではないっていうことだけちょっとご承知いただきたいかなというふうには思っています。でですね、今日の結論を先にまとめておくと、この3つですね。はい。1つ目がサスティというのは、水やりにおいて60点から70点を取るための道具であるというふうに思うのが1つ目です。で、2つ目は、水やりの経験が豊富だっていうふうな、そういった方は意外とサスティを使わない方がいいかもしれないねっていうことが2つ目ですね。で、あと3つ目は、アンソリウムに関してというふうな話、限定種の話なんですけれども、まあ、当園がおすすめするサスティの挿し方ということで、この3つを今回解説させていただこうかなというふうに思っております。では、まあ、順番に見ていこうかなと思います。まず1つ目ですね、サスティは水やりにおいて、まあ、60点から70点を取るための道具であるというふうにちょっと言い切りました。で、なんでかっていうと、インジケーターの色ですね、まあ、この棒のこの部分で色が変わってくれるこの部分なんですけど、この色がこう変わるタイミングと、実際に水やりをするのに、まあ、適したタイミングがですね、必ずしも一致しないなっていうふうに思うからですね。まあ、ただ水やりの経験が全くない人からすると、もう乾かしすぎちゃったっていうことを防ぐことはできると思うんで、要はほったらかしにしちゃってて水枯れを起こして枯れちゃうっていう、そういうリスクっていうのはもちろん防げると思うんですよ。だから、そういった経験がない方、例えば100点満点で水やりを採点した時に、ほとんどもう水やりのこの容量がわからない方からすると、それを知るための、まあ、道具としては多分すごくいいと思うんですよね。じゃあ、例えばもう株をどんどん大きくして、さらにもう花もどんどんつけていこうっていうような、もう攻めた水やりをするのであれば、この点数でいうと80点から90点ぐらい多分取らないといけないんですよ。そういうことを考えると、ちょっとこのサスティはちょっと心もとないかなっていうのが個人的にまあ思う部分ですね。うちもですね、これを使って実は水管理をしたことがあるんですよ。で、実際にいろいろ試してみたんですけど、感覚的にはこのサスティの色が青から白に変わるその直前ですね、まだこのサスティはまだ青なんですよ、このタイミングで水をあげる方が新しい花がどんどんまあ咲いてきた、自分たちがまあ日頃その経験的に行っている水やりのタイミングに近いなっていうのが実感値です。だから、ただ先ほどお話した通り、この今の商品の状態を維持するとか、そういった目的であれば、このサスティっていうのは非常に優秀なインジケーターだと思います。で、2つ目ですね、水やりの経験が豊富な人って結構その自分がこれまでやってきた感覚に従うっていうのが結構ありなんじゃないのかなと思うんですよ。なので、まあ株を大きく育てよう、これまでまあこうやってサスティの存在を知らなかった人たちは、まあ自分たちでまあどんどん水やりをやって失敗していって、そういう経験則みたいなものを当然ながら身につけていってるわけなんですけど、まあそういった方が多分自分の経験に基づいて水をやった方が、サスティに頼らない方が良かったりするんですよね。うちのそのお客さんの中でもう10年以上もうちの商品を買い続けてくれているってお客さんがいるんですけど、以前このサスティを実は勧めてみたんですよ。ちょっと一回使ってみてもらえませんか、結構便利なツールですよって言ってお任せしたことがあるんですけど、その通りにやったら枯れたっていう実は方がいらっしゃったんですよ。他の商品は分かんないけど、アンソリウムに関しては多分自分の感覚の方が合ってると思うから、これはまあ使わない方が私はいいかなみたいなことをちょっとおっしゃってたっていうのが実はあってですね。だから、まあ、まあでもそれはまあそうなんだろうなって、その人は自身で水やりのその技術とか点数をもう80点からまあ90点100点ぐらいまでもう言ったら自分で上げた方ですから、そういった方からすると別にサスティって必要ないんですよね。
からそれはそれでごもっともかなと思って、今の話はちょっと納得して聞いてましたし、今回一例として挙げさせてもらった次第なんですけれども、植物が枯れるっていう原因の大体8割は水やりって言われてるんですよ。でそのリスクってまあ当然惜しい水やりの失敗もあれば、もう大きくその水やりの仕方を外しちゃってて枯らしてしまうっていうこともあると思うんですよ。でこれを使うことで、まあ、その大部分っていうのは確かに防げるとは思うんですよね。だから全然これ自体の存在はすごくいいと思うんです。ただこういうそのもっと花を咲かせようっていうその目的を考えるんだったら、ちょっとこれに頼りきりというのは危険なのかなっていうのが今のお話ですね。で最後、トイがおすすめする挿し方っていうところでちょっとお話させていただこうかなと思ってます。アンスリウムって2週間に1回ぐらいの水やりでいいっていう話はこれまでからさせていただいてるんですけど、やっぱりそれなりに水に敏感な植物なんですよ。その観点から言うと、サスティのこの株の鉢にこう刺す時のその刺し方っていうのは結構リスクがあるかなっていうふうに思う部分があります。でそのマニュアル通りっていうのは、だいたいこれはもうこの色が白い状態でその株にこうプスって刺すわけですよ。でそこにその刺したところに水をこうかけてあげて、インジケーターのこの部分までこう水を吸わせることで色を変えるっていう、変えさせるっていうことが書いてあるんですけど、ことアンスリウムに関してだけ言うと、僕自身は下に書いてあるおすすめって書いてあるこちらの方が僕はいいと思ってます。で具体的にはこれをまあコップか何かに水を張ってもらったところにこう刺しておいて、その中で水を吸ってもらって色が変わった段階でアンスリウムに刺すというやり方ですね。でこれ何がいいかっていうと、さっきのこのマニュアル通りの方法だと刺した後に水やりをするわけですよ。っていうことはその一部分だけがより湿っちゃうんですよね。本当だったらできるだけこの土のこの湿り気っていうのは均一な方がいいんですよ。なのにサスティを刺したその部位だけが湿ってしまうっていうやり方をもしした場合は、全体にムラができちゃうんですよね。そうなっちゃうと、ひどいとやっぱり根腐れっていうことが起きる可能性があるので、そこのリスクをできるだけ下げてあげたいなっていうふうに思うんですよ。で一方でその事前にその水を吸っておいたものを刺しておけば、その土の中のその湿り気のムラっていうのはだいぶ起きにくくなるので、それも含めるとこちらの方が合ってるんじゃないのかなというふうに思ってます。うちの商品でアンスリウムを注文していただく方、商品にプスって刺した上で梱包してお届けしてるんですけども、もちろんそのやり方もそのやり方で普段はさせてもらってます。それ特にまあトラブルが起きたりしたことはないので、多分正解の一つとして考えてもらってもいいんじゃないのかなとは思ってます。まあ今サスティを愛用されている方はちょっと一つの情報として参考にしてもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。と今日お話したことを以上まとめようかなと思います。はい、サスティは非常に万能ですね。いろんな植物に対しての水やりの簡素化というか、そういったことをもたらしてくれるすごくいいアイテムなんだけれども、アンスリウムに関してはちょっとこういった注意点があるかなっていうことを今回お話させていただきました。で一つ目が、サスティはそもそも水やりにおいて670点を取るための道具であるよということが一つ目ですね。で、理由としてはインジケーターの色が変わるというタイミングと実際に水をやるタイミングっていうことは必ずしも一致しないということですね。水やりの経験がない方にとっては、まあ、ほったらかして枯れてしまうっていうリスクは防げるので、この商品は非常に有効だとは思うんだけれども、あくまでこういったものであるよというふうに捉えた方が正しいんじゃないかなと思うのが一つ目ですね。で2つ目は、株をもっと大きく育てて、まあ、どんどん新しい花を咲かせようと思うと670点では足りないわけですよ。80点とか90点をやっぱり目指していく必要がある。でそれをしようと思うと、このサスティ任せの水やりは結構危険かなっていうのが2つ目のこの1つ目の丸でしたね。で現にうちの周りでアンスリウムを買ってくださる方で、まあ、実はサスティを使わない人は実はそっちの方が多いというのが、まあ、個人主観ではありますけれども、そういった感覚ではあります。であと最後ですね、当園がおすすめする挿し方ということで、まあ、マニュアルの内容に従うとインジケーターが白い状態のものをそのまま新品の状態で挿して、そこで水をさらに上げて色を変えるというやり方がマニュアルでは説明されていますけれども、そうではなくて鉢に挿す前にコップか何か別の場所で水を吸わせて色を変えた後に鉢に挿すということをこちらでおすすめとしてさせていただきますよって話を最後させていただきました。サスティってまだいろんな方が使ってらっしゃる商品なんで、まあ、ぜひ一つのちょっと情報として参考にしてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、動画見ていただいて、まあ、参考になったよという方はぜひ高評価ボタンだったりだとかコメントをいただけるととても助かります。いろんな方にちょっと紹介してもらうのもとても嬉しいですし、チャンネル登録もぜひお願いできると助かります。今後もこういった動画を上げていこうかなというふうに思っております。
はい、本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。